Hi everybody, my name is Shagan Ofer and this is my life in Japan. でバヌアツにいてた、そうですね、5、6年前ぐらい、もういろいろな国に今まで旅行したけど、バヌアツも初めからやっぱり特別に感じた。自然は綺麗し、人間は優しいし、文化はとても面白くて深くて、もうバヌアツの自然、海とか山とか緑とか神様作ったままのところ、信じられないで、向こう毒蛇ない危ない動物何もなくて、もうどうしてもそんな綺麗な国で何かやりたい思って、いろいろなビジネスチャンス考えて、だんだん向こうのトップなビジネスメンと知り合って、政府の方と知り合いになりまして、だんだんビジネスの途中でやっぱり向こうの国の人、特に政府の人、私にありがたいの気持ちで何かあげたくて、向こうの文化の中一番どうしてもあげたいは、一番あげたら意味あるものはチーフの名前、ある島のチーフになること。それで向こうは決まって、シャガンからチーフは作りたい。バヌアツは83島までできた国、自然はとっても綺麗、神様作ったままの自然、向こうに住んでる人間18万5千人だけ。でもみんなの夢、今の時代テレビで見ること、現代のものみんなコンクリートの家が欲しいし、車が欲しいし、テレビも欲しい。これのためみんなだんだん首都に行くか、自然はだんだん壊す。みんなやっぱり自然壊して、向こうはココナッツとかバナナとかいろいろな果物外国に売るため、この自分は買いたいものを作りたくて、私の一つの作りたいことをやっぱり、そんな綺麗な国、何でもある国に、どうしても元顧客、トゥリズムが持ってきたい。これはあった場合、そんなに人間の人数少なくて、どうしても自然壊す必要ないになります。自然守るができる。これについてみんな仕事したら、この天国な自然守ることできるに思えます。17年前、短い間私エジプトに住んでて、これである日日本人の女性と知り合って、とても彼女といい関係生まれて、どうしてもまた会いたくて、2週間つもり、旅行のつもりで日本に来て、日本に初めて来たところ、やっぱり安全なところとか、人間の優しさとか、和食とか文化の深みとか、とっても気に入って、そこからこの17年の間もずっと日本に住んで、日本で仕事して、今のところ日本で2つの会社持って、どうしてもこの日本人にすごいありがたいの気持ちがあって、どうしてもこのバヌアツのプロジェクト、一番初めは日本人に紹介したかった。会社の名前もどうしてもバヌアツジャパンフレンドシップメンバークラブ。